6番7番抵抗マイニュアチェコのトマシュバベクが入っています。 来日は初めてのバベク、ワールドカップ競輪総合1位の実力。今日は岡山石丸、広島の西岡と中国勢が3番トマシュバベク枠を取っています。そして中段は南関東7番加賀山には9番山田、2番飯尾、7番9番2番後方には大阪堺、奈良の伊予の近畿が8番4番三重6番伊藤誠也が続きます。ラインは3分線です。前を取ったのがバベク、中段は加賀山、後方には堺が待っています。総合人気はやはり3番車トマシュバベクに集まっています。ここで後方から堺健三を挙げます。坂井健三、伊予の高照が舞を取ったバペクを抑えます。トマシューバペクの方はすんなり下げまして、まずは坂井健三が誘導の後ろ、7番加賀山が4番手、さあ4番手から今度は7番加賀山がさらに叩きます。抑えました坂井健三を叩きました加賀山地下南関東です。集団は8番の坂井健三を下げた3番トマシューバペクが7番手からタイミングが上がっています。打賞で4コーナーから一気の発進、さあかましていきました3番のトマシュバ、マークの石丸はついていけないか、8番の坂井健三を上げましたが、さあ3番トマシュバベクが外から上げまして、なんとか追走しました石丸が、なんとか追走した感じ。7番加賀山を叩き切りました3番のトマシュバベク追走、5番石丸博之、そして4番の伊予の高照が切り替えました。2センター第4コーナー付近です。さあ一気の先行トマシューバベク、追走5番石丸博之、上の方から4番伊予の高照、石丸が逆転、石丸がかわしました。青森坂本です。特選は坂本と飯島枠から5着でした山下が、今日は坂本枠を取ります。予選は宿口のまくりマーク、2着の埼玉白岩と関東勢が1番の坂本につけています。予選8レースは逃げ手の4着は久留米の津村幸次郎、同じ久留米8番桑原亮がつけます。久留米の2人は後ろからとなります。3周目第2コーナー向かっています。まず人気の中心、舞を取った2番はトマシュバベク、9番の西岡が今日はバベクマークを取っています。4番隅、6番西村、4番6番そして坂本、山下、白岩、東日本、久留米の2人は津村と桑原、8、9番手から上げます。3周目から第4周回です。津村幸次郎と坂本周期両名が共に上げています。さあバペクの方はどうやら下げての8番手からとなります。まずは久留米の2人、津村幸次郎と桑原亮が抑えました。東日本が坂本周期、山下渡る、白岩大輔です。隅レオナと西村豊、下げましたトマシューバペクが8番手、9番の西岡拓郎、両選手は8番手、9番手、津村幸次郎かけまして、さあ8番手から発進、トマシューバペクが8番手から発進、合わせて3番手からは坂本周期ですが、8番手から一気に発進です。これはスピードが違います。津村幸次郎、桑原亮、一気に飲み込んだ。8番手から豪快に行きました。トマシュバベク、交通走は9番の西岡拓郎。そして坂本周期がまくり上げましたが、現在3番手いっぱいです。2センター4コーナー、一気の先行はトマシュバベク。さあ逆転がなるか、西岡拓郎、迫っていく方、坂本周期、中尾、山下、渡る。トマシュバベクの快勝です。
ラインの3番、外国選手の後ろからでした広島の西岡がどうやらバペクの後ろからとなっています。シリーズはロング発進を取りました熊本の松岡です。さあここは熊本エクワン戦です。服部が松岡に託し後ろを5番の牧が固めています。逃げるしかなさそうな3番坂本が後方です。4番片織が今日は坂本につけまして、久留米競輪場構想型6番区は最高峰を待っています。3周目3コーナーから第4コーナー向かっています。さあまずは中心両外国選手はマティエス・ブフリが前でトマシュー・バペクが前を取っています。ここで後方から坂本周期上げまして残り2周の第4周回です。さあここはブフリの方はすんなり下げまして中段は松岡孝明が取りそうです。松岡と服部の熊本コンビが中段を取りました。下げました外国選手が7番7番手8番手残り1周間打賞です。さあ抑えました3番の坂本周期が風を切ります。マークは片織良太と桑正と熊本コンビが松岡孝明服部勝久牧武久が取り追ってマティエス・ブフリは7番手マークのトマシュ・バペクが8番手を割っています。さあ7番手からマティエス・ブフリ中段から松岡孝明マークル展開7番手行きましたマティエス・ブフリ中段から9番の松岡さらに3番手から桑ですがさあ2番のマティエス・ブフリ落車がありました。4番片織が先頭に変わって6番ふわまさと外の方からトマシュバペクが突っ込んでいきましたが片織良太とふわまさと自在戦がメインという感じなんですが今日はどういう戦い方をするか。マークは1番東京内田英介です。決勝進出は3発ではありますがシャープな差し足、まあ、上位戦に通じる意欲を持っています。3番手は7番の吉田博正、自在に動ける7番吉田博正がラインの3番手を固めています。あとは2番の佐藤雄一、後ろ詰め7番手のスタートです。最近は相手を動かしていくレースが多くなっていますがこのメンバーなら先行を考えているか、なんてのスタート。マークは9番の川口直人、そして6番の原健一、難関の2人が2番の佐藤雄一につけて、この3人が後方待機になっています。前から3対3対3の3分線です。人気の中心、3番車トマシュバベク、こちらが正攻法です。中段に4番の柿沢大輝、後ろ詰めから2番の佐藤雄一が上昇してきました。佐藤はゆっくりと上昇して、1番前まで上がりそうです。2番の佐藤そのままかけるか、4番の柿沢は中段乗っていって、さあ佐藤を切って前に出ていくのか、あるいはそのまま中段乗っていくのか。じゃあ前の2コーナーに入っています。さあ先頭2番の佐藤雄一ですが、ここで4番の柿沢が動きました。さあ柿沢が出た佐藤を切って前々に動いて、さあここが先行か。2番の佐藤雄一は中段の4番手に入って、
下番トマシューバーベク7番手、さあジャンの4コーナーが踏んできました。レーサー最終周期に入っています。合わせて2番の佐藤一郎踏んでいく。さあ両者踏み合いますが、下番のトマシューバーベク前段叩きました。2番の佐藤が2番手、さあ5番の三石がつけきれるかどうか、ちょっと離れている2コーナーかバックになります。先頭は下番のトマシューバーベク一気にかましましたが、5番の三石安弘つけきりました。2番の佐藤一郎3番手追いかけていって、4コーナーから直線コースに入っています。さあ先頭は3番車トマシューバーベク、後ろから5番車三石、2番の佐藤も来ますが、3番トマシューバーベク押し切ってゴール。3番5番そして2番の佐藤と続きました。星も多くこの F1 戦でもよく決勝を外していますが、まあ、一戦級の中に入っても実力を発揮しています。昨日は見せ場はなく終わったんですが、今日は本領発揮したいところ。9番の北鶴、マーカー1番の大塚健一郎、九州の3番手に8番神奈川川口直人がつけています。2番の小泉としては後ろ中段6番手のスタートです。直前2馬身とは打って変わって、昨日は持ち味全開強さを見せました。ここも底力を発揮して人気を覆せるかどうか。6番昨日連携した6番佐々木昌司がつけています。あとは4番の岡本壮、後ろ攻め8番手のスタートです。出足の効いた機動力、俊敏な立ち回りは魅力十分であります。ここは実績のある同型の狭間から一発やれるかどうか。7番岐阜原慎二がつけました。さあレーサー残り2周回、赤羽のホームに入っていきます。2番の小泉俊也、そして4番の岡本壮、両者がまず前々に動いています。9番の北鶴を迎えようというこの両者、4番の岡本が小泉を切って9番の北鶴が出ていきそうです。バベクはまだ落ち着いて8番手の位置で、ジャンマイ2コーナーからバックスレート。さあ9番の北鶴が抑えて主導権です。4番の岡本は守備よく中段の4番手取りました。2番の小泉は6番手ですが仕掛けていきそうです。さあバベクは後方、ジャンの4コーナーからホームに入ります。先頭9番の北鶴の翼、さあ後方から2番の小泉、さらに5番のバベクと、さあ両者一気に発進していきますが、5番のバベクは前段叩きました。3番の磯田明がぴったりでマーク。9番の北鶴は3番手で立て直し、2コーナーからバックに入ります。先頭はかました5番のトマシューバベク、マーク3番の磯田明、3番手追いかける9番の北鶴、さあ余力が残っているかどうか。現在3番手、4コーナーから直線です。先頭は5番車はトマシューバベク、マーク3番の磯田、1番の大塚突っ込んできますが、5番のバベクか大塚か、両者並んでのゴールです。1着争いどうでしょうか。佐藤智和は中段取って4番手、マーカー1番の大月博則がつけています。こちらもここ青森では来れば優勝という感じの相性なんですが、ここも勝ち取るかどうか。3番手は5番車伏見俊明、競輪界屈指の実績のあるレーサーであります。今日こそは本領の縦の足を発揮するかどうか。あとは7番の大竹歩、後ろ攻め7番手のスタートです。
相次ぐ怪我で出世を阻まれてきたんですが、復帰して以降は順調に実績を積み重ねています。実力はここでも合格以上か、A 級初優勝も時間の問題であります。マーク2番大塚健一郎、そして短期で6番車不破雅人、まずはこの位置3番手に乗っていきそうです。レースはまもなく赤馬のホームに入っていきます。8番のトマシュバベクが正候補、中段に3番佐藤智勝、さあ後ろ詰めから7番の大竹歩美が上昇してきました。さあ8番のトマシュバベク、ここは突っ張りか、7番の大竹をにらみつけながら前面に踏んでいきます。さあ突っ張るか、8番車トマシュバベク、7番の大竹はいけません。3番の佐藤は冷静に中段と回って4番手で、さあジャンの3コーナーに入っていきます。赤番から大竹を突っ張って8番車のトマシュバベクの先行です。4番のドミトリウフが2番手、さあ3番の佐藤はどうか、中段の4番手まだ動けない。さあ後方から再度7番車大竹が発進してまくっています。4番のドミトリウフ、これを見ている。さあ先頭は8番車トマシュバベクかけている。さあ2番手から4番のドミトリウフ、さあ発進するか、後方から3番の佐藤智和が動いてくる。さあ先頭は8番車トマシュバベク、3番佐藤のまくり、さあ4番のドミトリウフどうか、反応はちょっと遅れた。3番の佐藤がデッキって4コーナーから直線です。先頭は3番佐藤智和、外交図をまくり切りました。3番先頭でゴールです。優勝のゴール、2着に4番デニス・ドミトリエフ。9戦の時でありますが優勝に席もあります。マークは2番の藤田正弘、7月の平塚で決勝進出があります。この後ろ様子見か、8番の大分の大竹慎吾、8番手から3番福井の清水剛、今回1ヶ月ぶりの復帰戦であります。バック6本を持っている清水には6番滋賀の金谷明治がマークいたします。北近畿勢が後ろ攻めとなります。まもなく青番標識残り3周です。初来日チェコの5番トマシュバベクをめぐっての一戦でありますが、まずは3番清水、6番金山、近畿車が上昇。近畿勢がまずレースを動かして7番の佐伯の横、5番手並走状況にまずは持ち込んでいます。4周回目今バック直線コースです。盛んに清水が佐伯に対してプレッシャーを外からかけます。じわりじわりとどうするか、踏み込もうとしていく2車で勝負に行くか。清水がまずはバベクに挑んでいく。近畿2車の勝負も素早く再起ライン3車が追ってきました。レースは打賞の周回です。4番佐々木は今のところは静岡での後ろ9番手、5番のトマシュバベクは6番手、車間を少し上げています。3番のここは清水は2車、そしてもう6番手ジャンマイ勝負に行くロングスパート、7番佐々木が3番で力勝負を応戦する。それでも力で息も粉砕、初ライントマシュバベク4コーナーでもう捉えました。静岡勢もぴったり通過、レースは残り周ロングかましちゃいます。5番のトマシュバベク余裕があるぞ。静岡勢3番手9番の鈴木がさばかれた、7番の佐伯がさばいて3番で奪い取った。そして今9番手から4番佐々木が枕、まだ7番手3コーナー、この辺りは余裕あるトマシュバベク、初来日日本初来日のトマシュバベク、1番の大木詰める、大木詰む2着どうだ、5番7番か、3番手が佐伯を追い込んで2着です。勝ったのはトマシュバベク。
番手から昨日は2コーナー4番手追い上げる形からドミトリエ選手を追いかけての2着の内容。マークは初日の特選組3番の坂上達弘、久々の連携となります。近畿中部勢2番の佐伯が後ろ攻め8番手、前々攻めて3番手バイゴール前追い込んで予選2着、うまさを見せました昨日の佐伯です。託すのは予選山下和樹マークゴール前かわし2着9番徳島室井健一です。駒切れ4分線、各選手青番ホーム通過、残り3周回。7番のトマシュバベク、5番の山が8番の大木、4番の古谷に1番の山下渡る、6番水谷に3番の坂上達弘、2コーナー8番で2番佐伯上昇、9番室井と中四国2社がまず動いた。これに水谷坂上中部近畿2社が上が乗ってきまして4社で外上がります。3コーナー2番の佐伯がまずトマシュバベクを外から蓋をして、早めにもうトマシュバベクはゆっくりと7番でも下げそうだ。4番の古谷が前々踏み込んで6番の水谷も動いた。日本さあ日本ゼロ地域3人が同時に動いた。3つの折り重なった、動きが速くなった。トマシュバベクは前の動きを見せて7番手です。4番のフリアが前に出て、もう打勝前7番手から7番のトマシュバベクロングかましか、さあ一気に迫ってくる世界の、おーっとなんと落車があった。競争が4人になりました。トマシュバベクの落車転倒、4人しかいません。最終回4番のフリア、1番の山下渡る、関東勢に2番の佐伯が3番手、3番の坂上4番手、バック手前3番手が2番の佐伯がまくります。佐伯は3番手がまくっていきます。1番の山下渡る切り替えて3番の坂上、4番のフリアは4番最後の直線コース、2番の佐伯先頭です。2番の佐伯その後はゴールは2番1番3番4番で4選手入着も先がまず動かします。静かな流れを動かして5番の伊藤、6番萩原の中部勢に8番山口貴弘、4番松尾、九州勢が切り替えます。外からスーッと伊藤正樹がトマシュバベクの横、残り2周半で並んで外から一旦インを切ってくるか、内側ゆっくりとトマシュバベク下げていきます。今度は2センター後方から古谷が三度積極先行か、兵道勢で関東上皇勢赤番前から古谷先行体制、トマシュバベクはまた7番手下げさせて打勝の周回です。車間分けで初日のようなロングかましを狙ってくるか、9番の古谷が別戦の時期警戒、伊藤正樹3番手キープ、8番山口は前から5番手打勝、7番手からトマシュバベク逆襲、三宅慎八田翔吾3下で一気に攻めてくる攻めてくる、9番古谷が抵抗するも力でトマシュバベクはあっさりとロングまくり返しが決まった。三宅慎も続く、八田翔吾もできた、三者できた切り替えで1番の兵道、5番の伊藤が追いかける、4番手並走状況です。8番の山口は8番参考がまくれない、5番の伊藤が4番手外がもう一度間に合うか、直線コース、トマシュバベク、トマシュバベク、トマシュバベクです。3番2番7番です。初来日チェコのトマシュバベク、高明が7番手後方に構えています。
中央無尽、山梨の強力な盾型、9番古谷には3番の兵頭をつけています。通算300勝利に向けて他のラインに睨みを効かせます。3番の兵頭、6番のストーがラインの3番手固めて、上皇勢が後ろ攻めです。レースは3周回目、1コーナーを過ぎています。8番富岡恭平が先頭の位置です。自在客室ですから、ここは好位を狙ってきそうな戦いで、1番前に構えて、ここは番手飛びつきといった、そんなレースも見られるんでしょうか。8番富岡の番手マークに5番村上でチューブ緊急勢、その後2番バベク、ワールドカップ競輪で活躍、欧州世界選手権でも輝かしい成績を持っています、強力なチェコの一社。9番古谷隆明が後方から上がってまいりまして、まずは2番バベクのライン形成を封じていき、レースはジャンの周回に向かいます。9番のトゥリアが3番で中段を確保しています。1センターから2コーナー、2番のバベクは後ろに置かれる展開となりました。外側走る北の2社、インコース1番小原、2番手競りの状態が続いています。ジャンを迎えまして、先頭の体勢は8番の富雄、8番5番中部近畿勢依然先頭を走りますが、2番車バベクが進撃を開始します。9番フリアこれに合わせるか。レースは残り1周、2番のバベクが4番手まで追い上げてきました。外のコース走る8番の富雄が先行舵を切って、2番のバベクが3番手追っていって、そしてまくります。2番バベクのまくりが前段捉え切って、2番手を追うのは8番の富雄、しかしぐんぐんと車間が開いていきます。3番手には5番の村上で直線コース、2番のバベクこれは主張です。2着が5番9番8番というところで接戦です。難関勢の後ろには8番の佐川翔吾が続いています。数的有利の3者となって、今日も1番前を走ることになるのか。8番佐川に6番の大川、2番の古城がつけて、西日本3人が後ろに構えていきます。そして8番手に7番古谷と4番の兵頭、強力な上皇の2者がついていまして、体勢縦1列、3周回目1センターから2コーナーです。先頭に構えています3番のバベク、5番車大坪、その後ろ回ります1番の近藤、先方に幅がある近藤が3番手中段につけて、後方回り7番の古谷がまずは出てくるか。ここは昨日のバベクとの再戦であります。バベクのまくりに乗っていった7番の古谷、さあその古谷隆明が上昇開始で、レースはジャンの周回を迎えていきます。先陣を切った上皇勢に乗っていきます8番佐川、8番、6番、2番、1番長い西日本勢が上がってまいりまして、3番バベクはこれを見送りました。3番バベク引いて8番手の位置に下がります。打掌で縦1列、3番のバベクは8番手、6番手回りに1番の近藤、3番のバベクを気にしています。7番フリアが先行体制となっていまして、3番車バベクが仕掛けていく。残り1周1コーナーカーブです。ロングまくりでいった3番のバベク、合わせて8番佐川が発進です。3番手小井取りから8番の佐川が3番バベクの合わせにまくりに合わせていって、8番佐川のまくり決まって、6番の大川、続く3番バベク、バベクが粘っている、3番手粘っている直線コース、8番の佐川先頭だ、6番の大川詰めてきた、最後かわしてきました。6番8番3番
で5番手の位置真ん中に布陣しました。今回通算200勝利達成、クレバーな立ち回りを見せています1番河村です。その後追って4番松坂、昨日はボスの進撃を一旦は断ち切った4番松坂です。そして3番の松岡敦也が4番車松坂洋平の後ろで、その3番松坂を追っては9番香川と、こちらは日本勢西日本唯一ラインが出来上がりました。さあ5番車バベックが1番前を走っています。3周回目2コーナーカーブです。6番大川、ここで勝ちますと S 級初優勝。3番の松岡が上がってきました。西日本勢上昇仕掛け、これを察知しました5番車バベック。バベックが突っ張る体勢で内側2番ボス、6番の大川離れた。さあ海外勢3名が先頭です。レースは雀州海1センターカーブ、このままバベックが先行していく運びとなるのか。2番ボス、続く7番ドミトリフ、9番香川、日本勢ピンチの状況だ。ジャンの3、4コーナー中間、5番車バベック先頭、2番ボス、続く7番ドミトリフ、これは万全の体勢だ。海外勢5番車バベックが軽快に逃げる。2番ボス、続く7番ドミトリフ、9番香川4番手、6番大川の反撃あるか。2番車ボス、バンタッシュ2段ロケットで海外勢2番ボス、ボスが突っ込む。7番ドミトリフ、続く9番香川、香川追い込めるか。6番の大川も食い下がる直線コース、2番ボス先頭、ボス先頭だ。あとは7番のドミトリーフ、追い込んできて両者並んできました。骨折で約3ヶ月の長期欠場となりましたので、今節が S 級昇格後2場所目のレースということになります。1番の中本翔英、8番1番は九州勢です。2番の相川英吾は6番手から、先行意欲満々の相川、 G3 戦線でも勝ち星を挙げるなど調子が上がってきました。マーク東京の9番佐藤真一、その後ろを6番長野の為田学が回って関東ラインとなっています。そして短期5番の吉松直人は最後尾、位置を決めずとコメントしていました5番の吉松。さあ青番周回から動いていきそうだ。5番の吉松が9番手から上がっていく、6番手からは2番の相川もゆっくりと前へと前進していきますが、まずは5番の吉松が上がって7番トマシュバベクの外、バベクは下げました。誘導員の後ろに一旦5番の吉松が入って、この後ろが2番の相川英吾となって、7番のトマシュバベクは7番手に抜け出していく。4コーナーからホームストレッチ、赤番の周回に入っていきます。さあここから2番手2番の相川仕掛けそうだ。5番の吉松を叩いて赤番の1コーナーで先行体制取りました。2コーナーからバックストレッチ、そして5番の吉松直人は9番佐藤のインコースで粘っていくのか。後ろから早くも7番バベクが上がってきた。バベクが前、2番の相川を叩いて残り1周先行していきます。7番トマシュバベクの先行策、しかし3番の浜口が切れました。2番手で続いているのは2番の相川英吾、その差は3写真から4写真。3番手9番佐藤真一、バックストレッチから3コーナーに向かっていく。先頭はバベク、バベクが先頭だ。差を詰めてくる2番の相川英吾、4コーナー回った。先頭7番トマシュバベク、差を詰めて2番の相川迫りましたかどうか、届かないか。
4番のマフネケイチローは前から6人目の位置、バック回数はバベクに引けを取らないこの4番のマフネ、マフネにつける佐藤慎太郎は外国勢相手にはより一層燃えるタイプであります。アイアンハートで挑む7番の佐藤慎太郎、そして9番高原仁志がこの福島勢の後ろにつけまして、福島徳島という並びになりました。3番のトマシュバベクは最後尾、予選でホームガマスから勝ち星を挙げましたトマシュバベクがこのレースは短気であります。さあ6番手からまずは4番マフネケイチローが動いていった。トマシュバベクはこの動きにはついていきません。まずは上がった4番のマフネが5番の山中を抑えます。青番周回のバックストレッチ、内に山中、外には4番マフネ、山中はここでは下げません。そしてこの様子を後ろからじっくり見ているのが3番のトマシュバベク、今度は6番の大谷隆弘が上がってきました。4コーナーからホームストレッチ、ここで誘導を下ろして6番の大谷が出ました。1番佐藤慎一が2番手、4番マフネが3番手、この後ろには7番佐藤慎太郎、9番の高原仁志、そして5番の山中秀武がいて、トマシュバベクはまだ最後尾だ。1列棒状打賞が入ります。さあ前で6番大谷隆弘が飛ばしていく、2番手1番佐藤慎一、それから4番のマフネケイチローが3番手の位置、4コーナーからホームストレッチ、6番手から5番の山中上がっていって残りは1周です。さあ先行体制6番の大谷、まくってくる5番の山中秀武、外から3番のトマシュバベクも来る、2コーナーからバックストレッチ、さあまくっていく5番の山中、外からバベクだ、3コーナーから2センター、山中かバベクか、両者並んで2センターから4コーナー、先頭5番の山中、外から3番のトマシュバベクだ。ブフリが前、番手に実績ナンバーワンのテオボス、そしてチェコのトマシュバベクが3番手を回ります。この3人のうち誰が勝っても完全優勝。8番手は8番埼玉相川英吾です。外国勢相手に前々の競争で挑んでいる積極的な相川、マークは伸び足好調5番山梨志村大河、関東勢は後ろ攻め、8番手と9番手になりました。前から1対3対3対2、第11レース S 級決勝です。1番の山中が誘導員の後ろ、そしてこの後ろには3者揃った東北勢、7番のブフリは現在5番手の位置、まだ動きはありません。2コーナーからバックストレッチ、8番手8番の相川英吾が動くのかどうなのか、バックストレッチから3コーナーにかかります。さあここからまず動いたのは5番手7番マティエス・ブフリだ。さあブフリが行く、4コーナーからホームストレッチ、ここで誘導を下ろしてブフリが飛ばしていきます。赤番周回、さあ7番マティエス・ブフリが行きました。2番のテオボス、4番のトマシュバベク、これについていくのは1番山中だ。2コーナーからバックストレッチ、打賞が入ります。さあ7番のマティエス・ブフリがぶっ飛ばしていく、2番のテオボス、4番トマシュバベク、この後ろには1番山中で、東北勢がこの後ろ、関東勢は遅れを取って一本棒、残りは1周。さあどこまでいけるか、7番のマティエス・ブフリ、2番手2番のテオボスだ、4番のトマシュバベクが3番手、2コーナーからバックストレッチ、後ろからまくってくる3番佐藤に合わせて、さあ番手2番のテオボスが仕掛けていくのかどうなのか、2センターから4コーナー、ここから踏んでいくテオボスだ、4コーナー回った、テオボス先頭、この後ろ4番のトマシュバベク、2番4番でゴールイン、テオボスです。